さあ、コロ先生、最後のデスマッチを始めようか。コロ先生、お前は俺なら弱い。他どこも見えなくなってる。必ずそのハートを射止める。誓う、いけてないのは古い話。惜しまぬ努力もしたんだし、無茶ぶりもクリアしてきたはず。いける、自信満ちる調子ついたその時。いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ。まずフィールドを劇的に変化させる。それから襲う。当てるよりまずは囲うが易し。君たちの戦法を使わせてもらって。シロ、これ全部てめえの計画か。そういうこと。生徒の信頼を失いかければ、あの怪物は慌てて動く。多少不自然でも飛び込んできてしまうあたり、間抜けだね。俺らの獲物だぞ。いつもいやらしいとこから手回して。それが大人ってものさ。イトラの触手に装着したのは、刃先が対転生物質でできたグローブ。触手同士がぶつかるたび、じわじわ一方的にダメージを与え続ける。これで仕留められないようではね。俺の勝ちだ、兄さん。お前を殺し、たった一つの問題を解く。よや、すなわち最強の証明。やるなんだ。見事です。イトナ君、一学期までの先生ならばやられていたかもしれません。でもね、君の攻撃パターンは単純です。いかに速くても、いかに強くても、いかに保護者が策を積み上げても、いかにテンパりやすい先生でも、3回目ともなれば、すぐに順応して見切ることができるのです。だから、こんなはずだ。イトナ君、先生だって学習するんです。先生が日々成長せずして、どうして生徒に教えることができるのでしょう。さて、厄介な布の檻を始末します。夏休みの完全防御形態の経験を通して、先生も一つ技を学習しました。全身ではなく、触手の一部だけを圧縮してエネルギーを取り出す方法。なんだ。覚えておきなさい、イトナ君。先生にとって暗殺は教育。暗殺教室の先生は教えるたびに強くなる。なぜ勝てない。俺は強くなったはずなのに。そういうことです、シロさん。彼を E 組に預けておとなしく去りなさい。あと、私が下着泥じゃないという正しい情報を広めてください。私の胸も正しくは B、B だから。ニュー、あっ、あっ、
か、ほう、痛い。ノビさんが叫び、度重なる敗北のショックで触手が精神を蝕み始めたか。気をしっかり、いいえ、ハマ君。ここいらがこの子の限界かな。これだけの私の術策を生かせないようではね。何を言って。イトナ、これだけ結果が出せなくては組織も金を出せなくなるよ。君に情がないわけじゃないが、次の素体を運用するためにもどこかで見切りをつけないとね。さよならだ、イトナ。あとは一人でやりなさい。待ちなさい。あなた、それでも保護者ですか。教育者ごっこしてんじゃないよ、モンスターは。何でもかんでも壊すことしかできないくせに。私は許さない。お前の存在そのものを。どんな犠牲を払ってもいい。お前が死ぬ結果だけが私の望みさ。それよりいいのかい？大事な生徒を放っておいて。危ない！イトナック、この先生ぬるふふふ、さすがに疲れたのでしばし休息を。人間の体に触手細胞を移植された者はほぼ毎日適合処置を施さなければ地獄のような拒絶反応に苛まれる。私がメンテをやめたが最後、触手が激痛で神経を蝕んでゆき、常人なら3日ほどで狂い死ぬ。こちら最初の現場です。現在クヌギが丘市内で連続発生している携帯電話ショップ襲撃事件、警察はテロの可能性も示唆しておりますが、これはまさしくあいつの仕業だな。どうして携帯ショップばっかりを。どうしようね先生。担任として責任を持って彼を止めます。彼を探して保護しなければ。シロの性格は大体分かった。あいつにとって他人全てが使い捨ての駒。そういうやつは何してくるのか戦術が読めない。放っておいた方が賢明だと思うけどね。それでも担任です。どんな時でも自分の生徒から手を離さない。先生は先生になる時そう誓ったんです。近道はないんだぞ、イトナ。日々勉強の繰り返し、誠実に努力を続けた人だけが強くなるんだ。嘘つき。綺麗事も遠回りもいらない。負け惜しみの強さなんてヘイトが出る。勝ちたい。勝てる強さが欲しい。やっと人間らしい顔が見れました、イトナ君。いいぞ。コロ先生と呼んでください。私は君の担任ですから。拗ねて暴れてんじゃねえぞ、イトナ。てめえにはいろんなことされたがよ、水に流してやっからおとなしくついてこいや。うるさい。勝負だ。今度は勝つ。もちろん勝負しても良いのですが、お互い国家機密の身、どこかの空き地でやりませんか。それが終わったらそこでバーベキューでも食べながら皆で先生の殺し方を勉強しましょう。そのタコしつこいよ。ひとたび担任になったら地獄の果てまで教えに来るから。ぬる当然ですよ。目の前に生徒がいるのだから教えたくなるのが先生の本能です。ぬるな、何？見えない。これは大先生物質のパウダー。イトナを泳がせたのも予定のうちさ、コロ先生。いや、イトナこの先に紛れて気づきませんでした。
さあイトナ、君の最後のご奉公だ。イトナか、追ってくるんだろ担任の先生。この先生大丈夫ですか皆さん。まあなんとか。では先生はイトナ君を助けてきます。俺らをかばって回避反応が遅れたんだ。そんな白野郎、とことん駒にしてくれやがって。糸田君、にゅっ、私の動きを鈍らせる圧力光線。思惑通りとはいえ本当にバカだね、コロ先生。狙いはイトナだ。そう、お前は自分以外のものが標的となった時弱い。とうとう逃げ出すかい。私は彼の担任です。俺は無力だ。だから協力者にも見捨てられた。いい目だ。君の目には勝利への執念が宿っている。私が作った強力な細胞を使いこなすのに不可欠なものだ。私と一緒に足し算をやらないか。勝利への道筋を考えるのは私に任せろ。君の執念プラス私の技術イコール勝利をつかむ力になる。力があれば君はこの世の誰よりも強くなれる。力への執念があったから得体の知れない細胞の激痛にも耐えられた。勝利への執念があったから何度も何度も食らいつけた。なのに執念は届かなくて、しかも殺す相手に守られてる。俺はあんな雑魚たちに負けるのか。なんだこれ、タイタコの布の服だろ。おかげで俺らがタコに代わって落とさなきゃなんねえだろうが。寺坂、木の上のライトを頼む。おう。ガキどもが。バイロ、なんで。勘違いしないでよね。白のやつにムカついてただけなんだから。